はい、128漢方処方分析、111番精神錬心院です。右の上の一行解説、腎気剤の泌尿器バージョンと書いてあります。左に行って3秒ルール、抗生生薬は9、バクモンド、ブクリオ、レンニク、オーゴン、シャゼンシ、ニンジン、オーギ、ジコピカンゾ。15分類チャートは5番目の腎気剤が当てはまります。朝鮮人参とオーギがあるからね。利水剤かっていうと、ブクリオしかないから当てはまらないし、そうですね。生薬からの方向性は、シャゼンシがあるんで泌尿器用、バクモンドで呼吸器用と分かります。簡易版では、0点。しかし精密版では、人参があるから、人参と奥義でマイナス2点、黄金でプラス1点でマイナス1点になります。黄金があると商用病気の薬となります。保険病名、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿がデシブルものの次の症状点々と、残尿感、頻尿、排尿痛とあります。こんな症状にも冷え症、神経症、慢性膀胱炎、疲れとなっています。ルールからイメージできる典型的患者像、分類チャートからは人参等があるので腎気剤に分類できる、生薬の方向性からは遮前歯があるので泌尿器用と分かり、バクモンドがあるので呼吸器にも有効となる、拒絶スコアは簡易版で黄金と人参があるのでプラスマイナス0、精密版では黄金があるのでマイナス1点となる、虚弱な人向けと判断できる、寒熱のルールは人参等があるので特別温めも冷やしもしない漢方となる、6秒のルールは、バクモンドや黄金があることから商用病気に分類される、よって下は熱い白帯、脈は中間となります。さて、ワンポイントアドバイス、蜂蜜溶岩7番や五社腎気丸107番よりも虚弱な人向けのイメージ、それが精神錬心です。111番ね。残念ながら虚実のルールでは、精密版でも蜂蜜溶岩や五社腎気丸より下になんなかったんですね。本当は蜂蜜溶岩と五社腎気丸、これマイナス1点なんですけども、マイナス 1.5 なんですね。蜂蜜溶岩五社腎気丸ってそれよりも下のイメージなんです、マイナス2ぐらいの。でも残念ながら、僕のルールではマイナス1点で、これが限界かなと思います。生薬の分量とかはね、勘案してませんから、ルールを覚えて例外を覚えればついていっていただけるかと思っています。さて、精神錬心院は、原点和剤局法1107年、浅田宗博はこう言っています。不都合薬師相関区決で、精神錬心院は上昇の虚熱で下腹部が虚し、精神的な尿意、反作、気輪、気の輪病の輪です、尿の白濁などの症状を治す、無性、異性の症状は軽視か流骨ボレートなどを用いて、効果がないときは上性下虚に属す、この処方が効く、もし炎症性で毛無失性するときは流胆遮管等が効くと書いてあります。失性、精液が漏れるってやつなんですけども、悪夢を見ながらって場合には軽視か流骨ボレートが良くて、毛無失性っていうんですね、炎症で、その場合には流胆遮管等だって言っています。ぜひ参考にしてください。111番精神錬心院は、朝鮮人参が奥義、朝鮮人参と奥義を含む腎気剤の泌尿器バージョン、そんなイメージの薬です。はい、128処方分析でした。以上です。